就活の軸をテーマに語り尽くしていけたらなと思います。イエイエイ。いや、スエさん、念願の僕たちも YouTuber デビューですね。いや、ほんまにそうですよね。まあ、あの私たちも日頃は、まあ、あの外部イベントとかで YouTube みたいなのに出る場合もありましたけれども、まさかこう楽天として YouTube チャンネルを持って自分たちが YouTuber になるなんて思ってなかったですよね。このチャンネルではですね、就活を元気にというテーマで新卒採用のリクルーターたちがさまざまな情報を伝えていきます。ほう、例えば？例えば学生さんがやっている自己分析や企業研究を社員としてやってみたりとか、まあ、その中でこうキャリアを考える上で大事にしてほしい考え方を伝えてみたり、役立つビジネススキルについてまとめてみたり、あとは楽天ならではのお楽しみコンテンツですかね。なるほど。じゃあまあこういうフランクなコンテンツを通して楽しく就活をしていこうみたいな感じですね。今回は初回ということですので、うん、はい、就活の軸をテーマに語り尽くしていけたらなと思います。なるほど。就活の軸ってめちゃくちゃ大事ですよね。そうなんですよ、めちゃめちゃ大事なんですよね、うんうんうん、で僕たちは、まあ、自分たちの軸を持ってこの楽天を選んだっていうことにはなってくるので、はい、まずは、まあ、楽天の情報をザクッと説明できればと思います。わかりました、まあ、こういうチャンネルなので、まあ、あの簡単にフランクにお伝えしたいと思います、うん、それではレッツ楽天。はい、そんな私たち楽天ですが、楽天は1997年の2月に創業がなされました。創業当時はたったの2名という小規模で始まった会社となっております。そんな私たちですが、日々働いている上であるミッションを持って働いております。そのミッションがイノベーションを通じて人々や社会をエンパワーメントするということになっておりまして、このエンパワーメントっていう言葉、楽天で働くにはとても大事な言葉になっておりますので、皆さんここだけでも要チェックお願いいたします。そしてですね、そんな楽天、現在はいろいろなサービスを展開しております。もっともっと興味があるぞという方はぜひぜひ採用ページへ行ってみてください。はい、じゃあまあここからが今日の本題ですね。今回のテーマが就活の軸っていうことなんですけども、うんうん、スエさんはそもそもこの軸ってどうやって作っていきましたか？ちょっと難しいんですけど、うん、まあ、あの就活の軸って自分がこう就活を始めてから就活を終えるまでずっと大切にしておかないといけないことだと思うので、まあ、ブレるようなものだったらダメだと思うんですね。そうですね、うん、なので、まあ、自分の過去をちょっと振り返ってみたりだとか、うんうんうん、まあ、将来未来にどうなっていたいかとか、うんうん、いろんなことをこう考えてみる時間っていうのも必要なんじゃないかなというふうに思っています、うんうんうん、確かにここの部分は絶対ブレちゃいけないポイントですもんね。そうそうそう、そうなんですよ。では、まあ、そうなってきた時に、まあ、就活の軸ってめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、けんちゃんはなんでこう楽天に入社しようって思ったんですか？そうですね、まあ、いくつかあるんですけども、うん、一つ挙げるとするならばキャリアの幅ですかね。なるほど。で、まあ、楽天は興味ある分野ではあったんですけども、うん、それ以上に入った後に進める道っていうのが無数にある、はいはいはい、そこが魅力的なポイントでしたね、うん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 、逆にスエさんはなんで楽天に入られたんですか？そうですね、私もまあ大きく分けると3つかなって思ってまして、まあ、1つ目がビジネスモデルっていうところと、2つ目が、ミッションですね。先ほど私もちょっと紹介したエンパワーメントっていうところと、3つ目が人だったんですけど、まあ、人っていうところが大きく後押ししたかなと思ってまして、まあ、入社前に出会った人たち、まあ、あの社員さんっていうのはもちろんなんですが、こう現在一緒に働いている先輩やケンちゃんを含めとした後輩なども恵まれたなっていうふうに思ってます。じゃあ続いて就活で一番大変だったことって何ですか？大変だったことか、まあ、ちょっと5年ぐらい前なので思い出すのも大変なんですけど、まあ情報の取捨選択だったかなと思っていて、まあ、調べればいくらでも情報で出てくるじゃないですか、うんうん、なんで、まあ、自分が向いてる分野って業界って会社ってみたいな情報を取捨選択自分の中でしていくのは非常に難しかったかなって思ってます。逆にケンちゃんはどうですか？そうですね、うん、
まあ、スエさんの言う通り情報がたくさんありすぎたので、うん、僕はもう最初業界を絞って就活をしてたんですよね、はいはいはい、うん、で、まあ、その業界を見ていくうちにちょっと自分と合わないなって、うん、後々思えてきてしまって、やっぱり結局もう一度一から就活をし直すっていう経験が大変だったですね、はい、そうなんですね。まあ、じゃあ情報が、まあ、多すぎるっていうのと情報を絞りすぎるみたいな、うんうん、両面のこう難しさっていうのが就活ではもしかしたらあるかもしれないですね。そうですね、うん、そうなってきた時にやっぱり大事になってくるのが自己分析なんじゃないかなとは思いますね。かっこいいですね。ありがとうございます。まあ、確かに自己分析って、まあ、めちゃくちゃ大事だと私は思うんですけど、うん、なんかあの正直な話、私も大学生の時に自己分析ってしなくても大丈夫っしょみたいな考えて、うんうん、あまり時間をかけてやんなかったんですよ。でその結果、まあ、若干こう就活の軸とかを決めるのも、うんうん、まあ、難航したというか難しかったなというふうに思っているんで、うんうんうん、絶対に決めた方がいいなって今思えば思ってるんですけど、うんうんうん、けんちゃんは逆にどう？そうですね、まあ、僕も業界をこう見直した時に自己分析をした結果、はいはいはい、今納得感持ってこの楽天に入社できているかなと思いますので、はいはい、やっぱりこの自己分析大事になってくるのかなとは思いますと、うん、ですけどやっぱりこの自己分析ってなかなかやってみると難しいところ多いのかなと思いますし、うん、そこにこう苦労している就活生の皆さんって多いのかなと思いますので、はい、まあ、そこの部分をまた次の動画でお伝えできればなと思ってますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、はい、ぜひ次の動画も見てください、うん、それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画で、バイバイ。